まあ最近配信作る。いやなんか、いや、そうなんか、いや、この前さ、なんか、さ、ユリースとかさ、あの、打足さんとかさ、さ、みんなでさ、結構ワイワイさ、飲み寄ったっちゃけどさ、こうなんか、そう、打足さんからさ、おい、ほい、みたいな、わい、もっと、配信しろよって言われて、いや、めっちゃそうやなと思って、めっちゃそうなのに、俺、なんで配信してないんやろと思って、ちょっと、確かにと思って、パパの一言で、自分のことを見つめ直して、その時、打足さんに返した言葉が、パパもわかると思うんですけど、配信って心に余裕ないとできないっすよね。そりゃそうだそりゃそうだ大木戸博士。多分そうやん。めちゃくちゃ冷静に。彼女できたんだけど、何ですか、手をつなげ、まずは手たい、そこから、あと下の名前で読んでドキドキしろ、彼女の名前は。お前いいや、どうせそういう感じやろ、お前その付き合って何したらいいか聞いてくるってことはまだ名字やろ、さん付けとかしとっちゃないって、呼べ下の名前でドキドキしろ、帰ってから、うわ下の名前で呼んじゃったそれしろ、最高の時間やで。おむちゃん、剥げてない、剥がしただけ、別に、ちょ待って、ふざけんな、確認しよう、は待てよ、ほら、剥げとんじゃないやん、剥がれとんだけや、ふざけんな、びっくりした、剥げたんかと思ったら剥がれとんだけやった、ガチ安心した、普通に危ねえわ、あ、剥がれと、剥がしてもらったと、わかる？秋の髪型ってこれ、紺の方、これ？ああ、あぶねえ。早く自分で剥がしとるのにハゲとうかと思って。でも別にいいやんね、どっちでも。どっちでもよくない？隅入れるっちゃ最終的に。そんなよくないよ。秋を感じるな。秋茜探しに行こうかな。ほんの入れた。パッチギするために広く、そう、パッチギするために広くした。パッチギって何？音を見せて。あ、今見えるよ、俺、こう。ほら。お前らも頭に墨入れたらいいや、こうやって。簡単。簡単だぜ。そう、みんなこれすればいい。そう。簡単が、あ、パッチギは頭突き、頭突き、どこの方言それ。袋パタパタ、いいやろ、これ。